こんにちは、札幌占い美容師さん山柏琴です。カットとトリートメントしたくて。カットとトリートメントですね。はい、はい、わかりました。結構細い髪の毛なんですよね。そうなんですよね。ぺっちゃんこになりがちなので。はい、じゃあちょっと腰が出る、トリートメントもね、効きがいいように、モモンガとモモンガオイル還元剤のトリートメントをちょっとやりたいと思います。でそちらでちょっとパリッと仕上げていこうかなというふうに思っております。今の感じドライカットちょっと入れない、ちょっと結んでたドライカット入れないので、ちょっとお時間がねあんまりないので、先にトリートメントをして、それからアフターカットしようかなって思います。そうすればだいぶ早くなると思うので、それでやっていきたいなと思っております。はい、はい、今プレシャンプーをシャンプー台で軽くしまして、その後ですね、これからモモンガとモモンガオイル還元剤を合わせたもの、こちらの方をつけていきたいと思います。根元ちょっと開けでいこうかなと思います。結構ベタってなっちゃうかもしれないので、髪質的に。なのでちょっと根元は若干開け気味でいきたいと思います。でまずね、水を入れる前につけたら一回コーミングをして、ここでちょっと濃いやつを全体にくぐらします。でこの時にですね、ハケでやった方が結構この顔周りとか濡れないので、顔周りとかはこのまま席でやってもいいんですけど、時間ない時は結構ここでやっちゃった方が結構話が早いので、このままやっていきます。このようにですね、ハケを使いながらここに溜まったやつを塗っていってくれれば大丈夫です。皆さんリンスですね、このリンスをちょっとこのぐらいの少量を取って、作業効率悪くなっちゃうのでちょっと毛先につけます。超音波のアイロンを使っていきたいと思います。で何が違うかっていうと、浸透率ですね、これだけでもアフターアイロン入れなくても、これこの超音波のアイロンだけでも結構ね髪の毛変わります。充電式のやつの超音波アイロンが多いんですけど、これは直接コンセントにつないでるんでフルパワーでいけますね。もちろんこれプレート面触っても熱くもなんともないので、僕の指も挟めちゃうからですね。このモデルさんみたいな髪質の方は結構アホ毛が出やすいんで、ぽよぽよ毛がすごく出ちゃうんですよね。結構ブラッシングとかでもなりやすいから、髪質改善とかでやっぱりそのアホ毛自体も、抑えて、でそれが抑えることによってツヤ感が出て見えると思うので、場合によってはシャンプー台でこれ入れる時もありますね。時間ない時とかは、シャンプー台で超音波アイロン入れちゃったりとかする時もあります。ちょっと頭こう動かしたりとか大変ですけど、トリートメントはぶっちゃけトリートメントだけのものってその時をの質感をごまかすだけだと思うので、まあ、それもすごく必要だと思うんですけど、やっぱりこう髪を変えるものが僕は必要かと思ってるんで、やっぱり髪を変える還元剤をやっぱり必要としていく、モモンガオイル還元剤とか、まあ、そういうふうに、もちろんモモンガ自体にもシステインだったりとか、まあ、尿素だったりとか、そういうものも入ってるんですけど、まあ、尿素が還元剤ではないんですけどね。髪をこう変えていくものっていうのを、やっぱり入れていかないと、例えば、おじさんの場合だったらアホ毛が収まんないで、ただツルツルになってアホ毛が収まんなかったら質感はやっぱ綺麗に見えないと思うんで、やっぱアホ毛が収まってツヤツヤになった方がベストだと思うんですよ。ただ矯正だと、宿毛矯正やっぱハードルが高いので、矯正やっぱまず痛みますし、そうなってくるとやっぱ髪質改善なのかなっていう感じですね。持続率がやっぱり通常のトリートメントよりも全然いいので、まあ、ずっと変わらずトリートメントをちょっと開発してるような感じなんですけど、なんか根元の方ちょっとオイルついちゃって、なんか乾かしたらベタってなりそうだなと思った場合は、ちょっとだけシャンプーを上だけですね、この表面の方だけちょっとつけて、この上の部分だけですね、これで流すぐらいの方が安全です。これで効果なくなったりはしないので、
髪の毛を包んでしっかり流していきます。でムササビのクリアコート、はい、こちらの方をつけていきます。このウェットの状態でつけます。流さないトリートメントですね。要はですね、これはあのワイシャツとかパリッとするじゃないですか、洗濯のりじゃないんですけど、なんかそんなようなものではないんですけど、髪の毛に張りこしを出したりツヤを出したりとかするものです。あとアイロンの熱から守ってくれるので、この後アイロン入れますが、アイロンの熱からもしっかりホールドしてくれるものです。はい、これを濡れてる時につけると、つけた瞬間白いこう、液体にこう変わるんですけれども、これを全体にまんべんなく、つけておくと。なので、ここまでの段階だとめちゃくちゃ髪傷んだんじゃないかっていうぐらいキシってなるんですけど、髪の毛って反比例しますから、キシキシの質感って濡れてる時ですね、乾くと、結構ツルってなるんですけど、しっとりの質感ってカサカサってなりやすいんですよね。濡れてる時にしっとりだとカサつきやすい、反比例を起こしますから、濡れてる時と乾いてる時っていうのは。なんでヘナとかってあの濡れてる時結構ギュギュってこう修練しちゃってて引っかかるじゃないですか。だけど乾くとサラってなると思うんですけど、反比例しますから、まさしにその状態ですね今この。まあ修練とまたちょっと違うんですけど、こうパリッとしてるんですね。でこの違和感が最初美容師さんもえって思うかもしれないですけど、この違和感に慣れてくると、この後アイロン入れた時にすごいツルツルになるので、その違和感に慣れてくれたらありがたいかなと。結構こうモデルさんみたいな髪質の場合は結構この辺ペタってなりそうなんで、軽くシャンプー泡立てた方が無難かもしれないですね。ちょっとこのオイルがやっぱりついてると結構ペタってなっちゃいそうなんで、今もちょっと若干大丈夫かなぐらいの感じですけど、はい。でこれで乾かします。はい、この状態に今度髪質改善のアイロンを入れていきたいと思います。で今はちょっとパリパリした、パリパリっていうか、ちょっと硬い感じに今仕上がってます。乾かしただけだと。でこれからアイロン入れて、ちょっとそのアホ毛とか収まるようにやっていきたいと思います。はい、上下にスイングをしながら毛髪内部の水を抜きながらやっていきます。やっぱり超音波アイロン入れてるのでかなり、通常にやるよりはすごくすでにもいい感じになってるというか、まあ、アホ毛って言ってもアホ毛って何の毛なのかっていうと、子供の赤ちゃんの毛みたいなもんですね。まだ伸びきってないやつがこの辺で溜まってる毛が、要はそのツヤが出て見えなくなる原因ですから、その子たちって毛先が細いから丸まりやすいんですよね、ブラッシングで。通常の髪の毛よりも全然細いんで、ちょっとだけブラッシングしただけでも髪の毛ってこうやって引っ張るとくるくるってなると思うんですけど、そういう状態に毛先になってるんですよ。なんで毛先が傷んでるっていうよりも、毛先がくるくるってなってるのとくるくるってなってるのが合わさると引っかかるじゃないですか。そういう感じの現象っていうかなので、ちょっとそこを意識して、どの位置にアホ毛の毛先が溜まっているのかっていうのをちょっと考えながらやっていった方がよりツヤが出ます。でそれじゃあツヤどうやって確かツヤじゃないや、アホ毛の位置どうやって確かめたらいいのかっていうと、例えばこうやってやって縦に取って指でこの中を取ります。こうやってやると、そしたら今現状の子供の毛と赤ちゃんの毛の位置が分かります。あ、これがここが層になってて、今これアイロンでまっすぐですけど、ここがこの毛先がくちゃくちゃってこうなってるんでアホ毛として出ます。この位置ですね。この位置がアホ毛の位置ってことは、大体この辺ですね。この辺に溜まってるってことですね。手のひら分ぐらいかな。その位置から、アホ毛が溜まってるっていう疑いですので、ちょうど中間あたり、ここをしっかり小刻みにシェイクしながらアイロンを入れていった方がいいかなと思います。ちょっと髪の毛の厚さがある位置なので、今日のモデルさんはすごい高級住宅街のところから来てくれて、超お嬢様ですか。違います、ね、ちょっとしっかり対応していかないと、ちょっと怒れそうなんで、ちょっと頑張っていきます。
の完全ドライで皆さん入ってください、この辺に溜まってるんですよね。なんでこの溜まってるラインをしっかり入れていきます。ここ溜まってる毛先はまあ大丈夫ですね。素手で溜まってるラインはここですね。この辺に溜まってるんですよ、アホ毛の先端が。表面も多分この辺りなんですよね、溜まってるのが。で振ることによって、毛がずれますので、この生え変わってるこの毛の先端が中に埋まっちゃってて、アイロンの熱が入らない場合があるので、ちょっとずらした方がアホ毛は抑えられやすいです。こうやってやるのもいいんですけど、まあ、すごい薄めでやる場合はいいんですけど、若干振った方が、より熱が全体に入りやすいです。あと空気で冷やすこともできるので髪の負担も少ないですね。このような感じで冷やしながら振った方が毛髪内部の水分が飛びやすいので、そうします。温めてすぐ冷ますと結構形つきやすいので、コテと一緒ですけど、なので振った方が冷めるのでより形をキープしてくれます。早い段階で熱い状態で、熱い状態ってまだ髪の毛が確定してないので、冷めて確定だと思うんですよね。なので確定を早くさせるのに振った方がいいです。1時50分抜けるってよく言いますけどね。そうなんですか。絶対100本ぐらい抜けてる、はい、やばいですか。やばいですよ、ね、それ結構やばいっすよね。なんかあの100均のぐるぐるキャッチ、はいはい、もうなんか手で取ってる場合じゃないんで、マジっすか。それやばいっすよ、それ結構。はい、ちょっと後でブローするので、とりあえずこれで、終了で、これで髪スタイル終わりです。なので、まあ、今日はアフターカットなんで、これでカットしてブローして終わりっていうような感じになるので、まあ、話しながらやったんでちょっと時間かかってますけど、結構普通にやれば早いです。結構毛量の関係で、モデルさん薄いってわけじゃないんですけど、そぎが入ってたりとかそういう部分で結構もう毛先の毛量が少なくなってて希望としてはあの2段のレイヤーにしたいんですね。だけどこういう場合って皆さんどうします？普通に2段入れちゃうと下のベースが薄くなっちゃいますよね。この時に使えるのがダミーです、はい。でダミーのサイドチェンジを使っていくと一番ベストかなと思います、まあ、サイドチェンジ使わなくてもリフトでもいいかもしれないけど、ダミーの方法を後で教えます、はい、偽物の段ですね。そういう風にしていかないとバランスが悪くなっちゃうので、そうします。で下の方とかは本当雑だと思うかもしれないですけど、そのまま、バックからセンターで分けてもっと必要なことだけします。まあ、みんな後ろからこう切っていくと思うんですけど、後ろから引き出してカットしていっても、実際に前に持ってきた時に、本当にお客さんがモデルさんがやりたい長さかどうかも分からないので、それだったら最初からやりたい長さを作ってた方がいいんじゃないかということで、細かく切ってても結局綺麗にならないんですよね。だからこれ前で切っちゃった方がいいです。この辺でこの辺これ切っちゃっていいですね。はい、はい。でこの場合だったらもうショウガレでいってブラント感出さないとバランスがこっちが重く見えちゃうので、ブラントでいった方がいいですね。ここはショウガレたんでここちょっと仮で切っていくんですね。足し算するしかない状態ですね、この場合は。まあ、ちょっと一回ここは仮です。そしてあんまやることないなこれちゃんとつながってないか、なかなか複雑な、どうなってるんですかねこれ。謎ですねちょっと揃えたい綺麗に。ちょっと今こういう場合皆さんどうしますかね。あんまり切りたくないんですけど、でもちょっと綺麗に揃いたいんですけど、綺麗に本当にガチで揃えるとしたらここが短くなっちゃうから、ごまかしながらつなげる、綺麗にするっていうのはやっぱりアルツセニングとかでぼかしながら行くしかないんですね。ブランドで切っちゃうとそこだけラインがバツって出て、あんまり切りたくない、ワンレンにしていきたいですから。だけどなんかちょっとこの破片バラバラになってるんで、そういう場合どうするかっていうと、そういう場合はよいしょ、ちょっとこの部分を取って、あすごい、これ角がこっち短くてこっちが長いってことは、分け目の問題なのかな、もしかして。でもここから分けてますよ、結構その辺、これ自然ですよね大体その辺なんですけどね、これだと巻いてもなんかいまいちやりづらいんですよ。こう持ってバックに持ってきます。そして
一応カットラインとしてはここからこっちにつなげないとバランスがおかしいので、ここの角をちょっとだけ取ります。スリングでこれをブランドで切っちゃうと、あのせっかく伸ばしてるモデルさんちょっと残念な気持ちになっちゃうので、これだけでもあのちょっとつながって見えるんです実は、まあ、一瞬ちょっとやっただけで長さ切らないでここの一体感がこれだけで出るんですね。で伸ばしていきながら徐々にここ、まあ、ここ切ってませんからここの部分を徐々に落としていくって感じの方がいいんですよ。今だとなんか角があって穴開いて長いみたいな感じだったんで、それを今直しました。でこっちも同様ですね、こっちのオーバーダイレクションさせてこの角をちょっとセニングでぼかすぐらいかな。もしくはここをいっぺんにどういう風にやってるかっていうと、ちょっと見せるまでのカットではないんですけどね、ぶっちゃけ、顔前の前髪のバングのところを取ってここで後ろにオーバーダイレクションさせます。このままギューッと持ってくる。でここをコンベックスでつなげるっていう方法もあります、はい、あんまりきっちり切らないんでね、その代わりそこは。そうすると前髪がちょっとなんとなく一体感が出たので、こっちの方がやりやすいですね。ちょっとしか切ってないんですけど、で先にちょっと上の、ダミーを入れていきたいと思います。ダミーの段ですね、はい、これ通常段入れるとしたらもうここなくなっちゃいますからね、ここまで。そうするとどうなるか、ここの量がもっと減ります。最悪な状態ですね多分。でここ2層になって、まあ、今アイロン入れてるからねよりちょっと変な風になっちゃうと思うんですけど、ここがなんか微妙な感じでバサバサしちゃうっていう感じ。それを回避するためにどうするかっていうと、すごい簡単です。鎖骨のラインから入れたいって言ってたのでダミーで入れる場合ですね、ジグザグに取るんですけど、そのジグザグも深く入れたいとか、深く入れるってことは上の量が結構取れるってことです。浅く入れるってことは本当に表面側だけでダミーを作るっていうことです。ここでちょっと違いますね。彼女の場合は多少なりやっぱり2段にしたいっていうことだったんで、ちょっと2段にするしているのが分かるぐらいにしたいから多少奥行きを入れます。じゃあちょっとやってみたいと思います。このぐらい奥行きを入れてます。2通りあるんですね。これはまあリフトしてセリングで切っていく方法も1個、あとこっちに、サイドチェンジする方法で、今回のパターンはサイドチェンジしようと思ったんですけど、サイドチェンジにするときっていうのはハイレイヤーのカットなんですよね。例えばすごいウルフのカットとかはサイドチェンジしてよりハイレイヤーを作っていった方がいいんですけど、今回のはちょっと2段みたいな感じにしたいので、こういう場合は簡単な方法です。さらにここをジグザグに取りました、はい、奥行きそれなりに取ってます。で内巻きにしたいから超単純なんですけど、この鎖骨の位置をこうやって確認したら切れる量はこれぐらい。このまま上に持ち上げます。でここからあえてセニングで切ります。これはブランドで切っちゃうとラインが出すぎちゃってすごく変になるんで、だからメッシュ入れてるみたいな感じですね。どっちかというとこの層のメッシュを入れてる感じです。で今度逆いきます。今この感じだとほとんど入ってるのは分かんないと思うんですけど、その部分がフリルとなって動いてくれるので、こっちはヘビーウェイトですから奥行き結構入れないようなんですね。同じように入れちゃうとこっちの方が上がって見えちゃうので、さっきはここまで入れたのでこっちもちょっと奥行きを多くして、その代わりこのチップをちょっと間隔を空けます。はい、でこの時に前髪は入れてないんですよね。ここは伸ばしてるから入れないんですよ。でちょっとイレギュラーな形になってますけど、ここぐらいと、ここはちょっとギザギザに取って、でここをまた入れていくんですけど、鎖骨の位置がここじゃないですか。ここを上に持ち上げてその辺から切っていいので、これで滑らしながら切っていく感じです。こうやってそうするとカットラインが内巻きのコンベックスの状態、内巻きの状態を記憶しながらずれてるんで、あんまりカットラインがバツって出ないんですね。これだけ超簡単な方法です。でこの時にバックを、これ僕のちょっとこだわりなんですけど、バックを同じように一周入れちゃうとこれダメなんですよ。でなぜかというとバックってここバサバサしやすいんですよ。要はなぜかというとこの背中があるじゃないですか、肩甲骨のところに髪が当たって
外に行こうとしますんで、ここで段入れちゃうとパサパサするんですよ。ここ汚いんですよ結構。なのでバックも段入れるんだけど入れないみたいな感じの方法をやります。バックに行くに従って、センターに行くに従って段が入ってないようにしたいので、全てイヤートゥイヤーまでオーバーダイレクションさせた状態で今のやつをやっていきます。そうするとこっちは遠いのでほぼ入らないですね、毛先しか。で、この耳の上のところはちょっと多めに入って、こっちに行けば行くほど入らないっていうレイヤーの入れ方をこれ一発でやるんですね。で、センターにから、あ、センターじゃない、後ろのバックのやつを、これベースはちゃんと残しておいてください。はい、ここを、これもちょっとねギザギザでできれば取った方がよりいいと思います。ギザギザで取ったやつをイヤートゥーまで持ってきます。ちょっと難しいんですけど、イヤートゥーの方まで持ってきたやつを、いいですか、イヤートゥーまで持ってきたものを今度上に持ち上げますね、さっきと同じように。で、同じ位置ぐらいからずらして切っていくと、そうすると前上がりというか後ろの方はほぼ段なくて、この辺は段入るという感じになります。ちょっと逆やります。で、センターからイヤートゥイヤーまで全部オーバーダイレクションさせて、はい、切るのはこの耳の延長線上のとこですね。この辺のやつを全部前に持ってきます。で、その状態でこうやって切っていく感じです。これだけですね。で、一回ちょっと入れてみていけそうだったらもうちょっと攻めていきたいと思います。この辺かな、入れたの。ちょっとブローして見た方がいいかもしれないですね。もうちょいいけそうな感じなので、もう一回入れようかなと思います。これ入れたやつなんですけど、まだもうちょっと上からいけそうなんで、もうちょっと入れてもいいかなと思うので、はい、ここに入れます。そうするとどうなるかっていうと、この辺に今巻きますが、ちょっと動きが出ます。で、よりですね、これ通常にレイヤー入れるよりもメッシュで入れた方がより長いのと短いので、動く毛と動かない毛があることによって動く毛が より動いて見えるってことなので、よりこうフリルみたいにこう動いて見えるかなと思います。ここもまだいけそうな気がするので、ダミーでレイヤーを入れていきます。で、指でイングラを作ることですね、ポイントとしては。指でイングラを作りながらやるっていうのがポイントです。で、バックは、バックセンターからイヤートゥイヤーまでオーバーダイレクションさせた状態で、はい、バックの毛はなるべく入れないようにして、こういうふうに前に持ってきて耳の位置でリフトして切ります。その時にサイドで切ったところをガイドにした方がいい、あ、ガイドにしてください。サイドでさっき段入れたやつをガイドにします。はい、ここまで持ってきて、よいしょ、持ってきたらこのままリフトします。で、ガイドのところにつなげていきますね。こういう感じです。下の毛先をちょっともうちょっと重くします。丸まった方がね結構切りやすいんで、で、後ろに持ってきて後ろで切ります。まあ、希望があったらもうちょっとレイヤーとかっていう問題じゃなくて、ここがベタってなんで嫌だっていうんだったら、ここを本当にまたさらにもう一段階のダミーとしてレイヤーっていうか、もうここをふわっとさせるためのものだけを入れるっていうこともできます。はい、その場合はこれも本当速攻で終わるんですけど、本当にちっちゃいチップ奥行き深くしないで本当にこのパートだけを隠す方法なんで、ここにちっちゃいチップをくちゃ本当にこんな感じでピーって入れてって、やり方としてはこのぐらいですね。本当に小さいやつ指1本分ぐらいしか入れないでください。で、これをオーバーダイレクションして反対側で T4 セニングです、8%以下のセニングで
入れていくんですけど、反対にした状態でここをこうやって間引くだけですね。はい、なんでもこういうレイヤーを入れるっていうよりはここはもうボリュームを、だから結構あの年配の方とかでも全然使えるので、若い方でも使えますし、こうやってやってこれを反対にするじゃないですか。簡単にしたらその状態で T4 でやるだけです。これだけですね。で今ちょっとアイロン入れてるんで結構ペタッとなっちゃいますけど、ここがこれでふわっとなりやすくなります。ダイバルタンで結構枝毛カットするんですが、こういう場合ダイバルタンであの削っちゃうとですね、結構薄くなっちゃうんで、結局こう重さ出してもその重さを削ることになりますから、僕はやんないんです、そういう場合は。今日あの矯正じゃないや、髪質改善のトリートメントしてすぐなので、ちょっとベタっていう感じになってますけど、シャンプーしたらちょっと変わります。まあ、全然あれと違うけどこういう感じになりますね。はい、ということでちょっとあんまりカットしてないんですけど、こんな感じで終了したいと思います